能人とかもここに奉納したり、大人の方たちも。まだここは専門通りではありません。この奥が専門通りになります。
说啊，他离婚告诉我。目の前にちょっと小さめの鳥が見えてくるけど、あれが専門鳥です。ちなみに千本鳥なんですが、数えても千本ありませんので、数えないでください。なぜかというと、千本というのはいっぱいという意味です。例えば、動物でいうとハリセンボンとか、ね、そういう意味です、千本というのは。ちなみに右と左ありますけども、どちらからいきますか？右は、これが一つのルールです。では、いきます。芸能人とかもここに奉納したり、社員の方たちも。这是他是参照的中国古代的。以前我在药房，别忘记昨天自己来到车上。没有啊，来到这里就好了，说你坏运放的。Thank you.
行ったんですけど、すぐ歩いたんで、時間がかかったので。